第7回路上生活支援を開始します。今日はお茶と菓子パン、お菓子尾崎さんをたくさん持ってきてくれて、あと女性の方生理用品、あとまたタバコなど、あとマスクも配りたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ今日もたくさん配っていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、もう今日100人以上集まってくれてみるそうですので、はい、もうたくさん持っていらっしゃるので、はい、皆さん声かけてあげてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。あっという間に7回目ですね。はい、1回目の一番寒い時から始まり夏も経験して、はい、また寒くなりました。はい、今日もあちらにも見ていただくと結構集まってくれているので、はい、配っていきましょう。はい、はい、どうもよろしくお願いします。そうですね、また皆さん一言ずつ声かけていただけると渡す時に助かりますんで、はい、よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。はい、もうあっという間に7回目で、はい、はい、早いですね。そうですね、皆様1回目から参加されてますので、はい、はい、今日もたくさんの人に、そうですね、150、150ですか。はい、用意したのは前回、はい、前回いくつでしたっけ。前回130です。はい、まあ、みんなに行き渡るように、ね、そうですね、ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。今日ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日も遠くから来ていただいて、いつもです7回目ですもんね。はい、すごいです、今回150食、はい、半端じゃないですよ。半端じゃないです。でも、見てください、あちらいっぱいいる、はい、仕組みも分かってきたし、はい、僕ら車でお菓子とかあれしてたじゃないですか、はい、それを小田切さんに送るっていうことを配達を覚えたんですよ、はい、配達を覚えたっていうことでかなり楽になりました。いやいや、はい、今後もいろいろこう送っていこうと思ってますので、はい、いや、お菓子が結構好評で、はいはい、なんか おっしゃってましたよ、はい、普段自分たちで買わないものだから、あ、こんなものが入ってる、こんなものがあるんだっつって、なんか交換庫するらしいんですよ。あ、そうなんですね。みたいですよ、言ってましたよ。じゃあ結構楽しめますね。楽しんでやってみたいですよ。だから酒のつまみのベビースターとチョコレート交換してくれみたいな、はい、いいなと思って、はい、面白いですね、はいはい、だからそういうのもありなんだなと思ったんで。そうですね、はい、なんかもう僕は単純にもう食べれ、お腹を満たすものっていうので考えてたんで、はいはいはい、やっぱその こんなの懐かしくないみたいな、いいんじゃないですかね。いいですね、はい、誰でも知ってるようなお菓子が入ってるんで、はい、もう今後もご協力させてもらいますんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。セットみたいなのがいいんじゃないですか。そうですね、そういうのもちょっと用意して、キャベツ太郎みんなで、そう、平等に配れるんですね。あ、もうすごいですね、行列が。すごい、もうマジで本当にこれは集めてくれてる人にも感謝しかない。じゃあすいません、お願いします。お願いします。お願いします。どうぞって。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうさん、はい、ありがとうございます。どうぞ、どうぞ、はい、寒くなってきたんで、はい、まだ行かないよ。はい、ありがとうございます。ただ、はい、どうも。すいません。
きました。すいません。ありがとうございます。なんかね、いろんなやっぱお菓子が入ったりするのもいいのかなって。うん、すごいよね、もう第3ってこういう風にもう今広まって、はい、あの人らも来てくれるから。そうですね、うん、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。もう無理してだからすごいことをやるより一人一人がそのこのぐらいの金額でできるっていうその話し合って、まあ今回はまあそれでも結構あれなんですけど、こんだけみんなが気持ちよく参加してくれる本当のみんなに本当に感謝です。まあ今日僕鼻声なのはちょっと花粉症で、すいません。じゃあこれがまた来月もまたやりますんで、次は第8回ぜひ楽しみにしてください。今日いつもありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。またお願いします。今日はありがとうございました。どうでしたか、7回目終えて。7回目？はい、そうです、そうです。感想、まあ今日は多分一番手入れは良かった。うん、喋れてない。マスクは好評だったよね。そうですね、お菓子マスクは好評でしたね。懐かしい。タバコも良かったですね。もうちょっと増やすとあれかなって。タバコはセブンスターとマルボロが一番人気だと思うんで。あ、じゃあ次はそれとメンソール。足らなかったもんね。タバコね。柔らかいものがいいらしい。まあでもああいう人たちのために何かやるっていうのはいいことですね。なかなかやれないことだと思うんで、すごいなんか。自分のためにもなると思いました。うん、そうですね、はい、今7回目ですけどまだまだどんどん続けていきますので、はい、皆さん協力お願いします。お願いします。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょうど今日時間あったので路上生活者の方にいろいろ、そうですね、聞いていただいて。そうですね、はい、なんか欲しいって言われてるのはいろいろありましたもんね。まあ、サバ缶と懐かしいお菓子。そうですね、あと柔らかいお菓子食べやすいやばいですね。また僕らじゃ気づかない欲しいものっていうのがいろいろあると思いますので。そうですね、まあ、聞いてったらちょっとなるべく欲しいものに近づけれるようにしたもん。そうですね、でやっぱもう7回目になったんで最初の頃よりもだいぶ喋ってくれたり、そうですね、話しかけてくれるようになったので、それ嬉しかったですね。はい、まあ、来月はカイロとか入れたいし。そうですね、北海道いいですね。カイロとあったかいお茶とか。そうですね、それは持ってきますね。はい、それはちょっと候補に入れておきましょう。今日はありがとうございました。はい。